もかいチャンネルです。インドウシガメの錦野を迎えしてから1ヶ月が経ちましたが、今のところ毎日元気にご飯を食べて体重も増加傾向にあるので、錦野にとってもいい環境を構築できているのかなと感じていました。しかし最近心配なことが一つあります。それはですね、たまに鼻水を垂らしていることがあるんですよね。湿度が高すぎるかなと思って80から 90% のところを70から 80% に変更したり、温度も低すぎるかなと思ってサーモスタットの設定温度を30度から33度に上げましたが、それも結局治りませんでした。そこで今回は床材の方に原因があるんじゃないかと思ったので、今まで使っていたヤシ柄からこちらのフォレストフロアという床材に変更してみたいと思います。床材が原因じゃないかと思った理由の一つに、まあ温度と湿度を変えてもあまり変化がなかったっていうのもありますけれども、お迎えしたばかりの頃はシェルターの中で寝てることが多かったんですが、最近は夜になるとシェルターから離れてレンガの上で寝ることが多くなったということがあります。シェルターの中の方が湿度も高くてあったかいので、シェルターの中の方が寝やすいかなと思って連れて行ったんですけれども、結局目を覚まして歩き出してレンガの上に落ち着いちゃうんですよね。レンガの上で寝るということはヤシ柄が体に合ってないからじゃないかなと推測できます。ヤシ柄がアレルギーの場合もあるらしいですからね。そして今回の新しい床材はフォレストフロアというもので、ヒノキの皮を乾燥させたものです。ヤシ柄と同様に木の皮を使っているため保湿性の高い床材で、多湿系リクガメと言われているインドウシガメにも合っているのかなと思ってます。今回はフォレストフロアを数日間使ってみて使用感をお伝えできればなと思っています。それでは早速入れ替えていきましょう。まずはヤシ柄の方を取り除かないといけないので、錦野には温浴をして待っていてもらいたいと思います。ヤシ柄を取り除いてみて分かったんですけれども、シェルターの奥の方は結構ヤシ柄が細かく粉砕されて粉状になってますね。これが空気中に舞ってそれを錦野が吸い込むことで鼻水が出てしまったんじゃないかなとも思いますね。他にも原因があるかもしれないので、とりあえずヤシ柄を変えてみたいと思います。ケージの清掃も完了したので、早速フォレストフロアを入れていきたいと思います。ということで床材交換完了です。と見た目はこのような感じになりましたね。床材をヤシ柄からフォレストフロアに交換している段階で、まあ、かなりメリットやデメリットを感じる機会が多かったので、まあ、そういったところも1週間この床材を試してみて最後にまとめてお話ししたいなと思います。それでは錦野にもこのフォレストフロアを体感してもらいましょう。
というわけでフォレストフロアに交換してから1週間が経過しました。ホシガメの鼻水はまだ完全には治ってませんが、ヤシガラの時よりも少なくなってる気がしますし、シェルターの中で寝ることも多くなりました。この鼻水問題については床材だけではなく様々な要素が関係していそうなので、今後試行錯誤していきたいと思います。そしてフォレストフロアの使用感についてですが、個人的にはヤシガラよりも使いやすいなと感じました。まずメリットは2つあります。1つ目はフォレストフロアの方が平らで星亀が歩きやすくなっているところです。ヤシガラは破片一つ一つが大きかったんで、まだ小さい星亀にはかなり歩きにくそうに感じました。お迎えした日にはヤシガラに引っかかってひっくり返ってましたからね。それに対してフォレストフロアは木の破片が小さいので凹凸が少なく平らで歩きやすそうにしています。まあ自然により近いのはデコボコで歩きにくいヤシガラの方かもしれませんが、飼育下ではひっくり返ると命取りになるので平らなフォレストフロアの方がいいのかなと思います。そして2つ目は糞が見えやすいところです。ヤシガラを使っていた時はヤシガラの色と糞の色がほぼ同じだったので、なかなか見つけにくくて困ってました。それに対してフォレストフロアは色が明るくて糞を発見しやすいので簡単に処理することができます。ヤシガラの時のように糞が奥底に埋もれてしまって床材と一体化してしまうこともありません。そしてデメリットを挙げるとすれば、ヤシガラよりも値段が高いというのと、ヒノキの皮が小さいので体につきやすいところですね。フォレストフロアが体についたまま歩き回って水の中に入ったりするので、気づいたら水入れにはたくさんのヒノキの皮が浮いているということがよくあります。使いやすさだけでなく、ケージ内の色味的にも個人的にはフォレストフロアの方がいいかなと思いました。今回は 8.8 リットルのフォレストフロアを購入して、一度に半分ほどで十分だったので、しばらくはこの床材を試していきたいと思います。この動画がいいなと思ったら、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画で。